え、セーブないの？俺また倒さなくちゃいけないの？これ、一発は無理でしょ。もうしょうがない、しょうがない。死ぬ気で行こう。死ぬ気いい感してる。やっぱそうなのか。ちょっと待って、あれだよな、なんか。三つの魔法陣踏んで、みたいな感じだったよな。ちょっと待って。まあ、わかんない。それと一緒かどうか知んないからね。一緒かどうか知んないからな。いや、絶対倒せない、倒せない。これは無理。こんなの無理。なんかアイテム欄がちっちゃくなってんのがもう意味わかんないんだって。よし、行くぜ。あー、くそー！どうすんだよ、これ。あれを踏めってことでしょ？なんでちっちゃくなってんの？見えないんだけど、あれ。あー。こういうことか。始まっちゃう。行くぜ！これを踏めってことだろ。こういうことだな。なんだこれ。あ、ちょうどいい。無理だろ、こんなもん。まさかお父さん死んだらダメ？違う、そうじゃないんだ。あ、できてる、できてる。意外といけてる。意外とやれてる説。あっ、このまんまいけ。やばい、やばい、意外とやれてる。意外とやれててびっくりしてる。あー、むずいよ。まずは踏むことを考えろ。なんだ、リュートって攻撃範囲が分かんねえよ。負けた。あ、それ、そいつやばい、そいつはやばい。あ、これ意外と。ポーション使ってないな。ちょっと、やだ。ずるくない、ずるくない。あと一発。あー、ボスが。よっしゃ、いった。マジで一発クリア。オッケー、マジでいけた。一発？え、すごくない？一発クリアってできるもんなの？いや、ポーションとかあったから体力全然減ってねえじゃん。いや、まあゼルダのケイデンスオブハイラルのあれを見てたからっていうのもあるんだろうな。ポーション使ってねえよ。やばい、震えてる。ちょっと肺がちょっと痛い。あ、そっか、鎧か、これ 0.5 しかもしかして食らわないのかな。ありがとうございます。終わりだよな。おい、怖えな、これ。あ、竜と持っていくか。よくわかんねえけど、パパに持たしとこ。こっちよ、まだあるかもしんねえからな。多分ないだろうけどな。お父さんは長い間黄金の竜刀を追い求めていた。どうして？でもどうして？すぐにわかるさ。やべえ、長くやりすぎてストーリーが全然わかんねえ。いなくなったお父さん。よーし、終わった、やった。ゼルダさん、
ネクロダンサー一発クリアしちゃったマジでびっくりしてんだけど、自分であんなに下手かったのに、あんなに下手い俺が一発でクリアした。